え、なめんなよ。うっ、くそー、あーしくった。ちょっと今から食べ物を買いに行こうと思います。 Yes! セーラー、ダンダンダン、目回る。お外へゴー。シートベルトもちゃんと締めて、よいしょ。今日は何を買おうかな。私も旦那もベジタリアンなんで、結局野菜かフルーツになります。買うもんは、あとお菓子。日本食があったらいいけどな。日本食はやっぱりテンションが上がる。あれ、え、こう、なんだい。じゃあ今から食料を買いに行くぞ。私車の中おったら吐きそうになるんですよ。車の匂いって嫌じゃないですか。私だけかな。ゴムの合成された匂いで酔う。しかし iPhone はすごいな。この携帯ね、旦那のなんですよ。私普段はブラックベリー使ってるんですけど、まあ噂には聞いとったけど、 iPhone のビデオってこんなにすげえんか。感動した。着いた。じゃあ出よっか。よいしょ。食料売り場もこういう風に、ここから先は出んといてくださいっていう線があったりします。よし、買い物終了。 Wow, I, for a second I thought it was ours, but it was not. はぁ、めっちゃ眠い。いきなり久々にコーヒー飲んだからか知らんけど、マジで眠い。いきなり。じゃあ今からお家に帰るぞ。僕も帰る、みんなで帰ろ。でんでんでんぐり返ってバイバイバイってやつ。ナッツ、昔話、今でも好き。おもろいよなあれ、意外と。旦那さんに日本語教えてあげようかなと思うよ。ベブ、ん、元気？超いい。超いい。いいね。今日は何したの？ That means What did you do today? Work. Work. Can you say 働きました。働きました。Great. 何のお仕事？同じ仕事。What do you do for work? ドローンをください。ドローンをください。はい。違うよ。ドローンのお仕事。せーの。お仕事、ドローンをください。いや、ください is please give me. ドローンください。You want a free drone? Yeah. That makes sense. って言ってる間に到着。キャン。いいよ。はぁ、家に帰ってきました。コロナちゃんだって生き物、生き物っていうか生きてるし、私たちが怖いなとか思っとったらコロナちゃんもちょっとかわいそうやから、コロナちゃんありがとうって思うようにしとる。まあコロナちゃんのおかげで、てかめっちゃ髪ボサボサや、今気づいたわ。ある国は戦争しとったり、ある国では洪水がいっぱいになって、ある国ではうっ、くそー、ある国では民間の人と政府が喧嘩しとったりとか、それぞれの国がそれぞれの問題を抱えとったっていう感じだと思うんですけど、まあ今でもあると思うけど、でもなんか私が生きてる中で初めて世界中みんながコロナちゃんの問題を抱えとるっていうんで、一体感みたいなものを感じるなって思います。に心配になる人も多いと思うんですけど、一緒に乗り切っていきましょう。うん、大丈夫。多分コロナちゃんもあんまり悪気がないと思うし、まあちょっとそんなん言ったら変な言い方かもしれんけど、コロナちゃんも合わせてみんな頑張っていきましょう。うん、いう感じでいいっすか。え、てか薄い、今回の企画薄いよな。だって買い物行くだけやろ。ちょっと薄いわ、ちょっとそれはな。あー、しくった。なんかの話をしようか。なんとかして濃ゆくするわ。じゃあなんかちょっとパンがちょっと挟まってんだ、ごめんなさいね。そう、いやちょっとあんまりにも企画が薄すぎたから、ちょっと足してつける感じなんですけど、なんか話そうと、みんな何聞きたいかなと思って、なんかよく聞かれるのが、英語どうやったらそんなに話せるんですかっていうのを言われるんですよ。なんか私としてはまだまだって感じなんやけど、でも最近は英語ペラペラ喋れることなんかもう普通になってきおるし、みんなインターナショナルやから、そんな私なんか全然やと思うんやけど、まあそういう風に聞かれることが多いけ、ちょっとあの英語の話を言おうかなと思います。
あるある日本人同士で初めて会った時とか、カナダいつ来たん、何しに来たんみたいな話になるんですよ。その時大体英語を話したいからみたいな、あとは、まあ、ワーホリで知識とか経験とか、あと英語力とかちょっと上げといて、ね、帰りたいみたいな多いんですけど、なのに日本人同士でめちゃめちゃ日本語喋りながら、ほんで英語がめっちゃクソ言うたらあかん、めちゃめちゃ片言なんですよ。3年5年おるのに、えって思うぐらい英語ができない人が多すぎる。いや、いいよ別に全然それで。やけど、わざわざお金かけて時間もかけてカナダに来るのに、しかもその理由が英語力を上げるとか経験値を増やすなのに、え、日本人同士でそんなにつるんどったら変わらんやん、日本におるのってめっちゃ思うんですよ。私はちょっときついんかな。あのね、なんで英語上手なのって言われるんですけど、質問の意味がわからん。なんか普通に嬉しいよ、それ言われたら。なんでって言われても、え、怠けなかっただけやけどって思う。全然いいやで、聞いてくれていいんやけど、まあそれ2パターンおるわな。1人はそれでほんまに頑張っとって、でもあんまり上達せんから聞いてくれる人、それは私超好き、そういうの。やけど、ほんまに日本人の方とし同士でしかつるんでない。そして働く先も日本人しかほぼいないところ。ほんで遊びも日本人しかいないところ。ほんで別に、まあそれでね、あんたただ楽しみに来たら全然いいんやで。やけど目標が英語ペラペラになるためで、それやっとんやったら、って思わん？びっくりする。ほんまに。何しに来たんってめっちゃ思うんですよ。そういう人に英語どうやったらペラペラになるの？え？いやもうほんまに、ちょっとほんまに私をきつい言い方あえてしますけど、なめんなよって思います。いや私も楽しくて英語勉強したから全然いいんですよ、それ言われても。やけど、なんかその人の立場で考えたら、何しと、もうちょっと頑張れやって思うわけですよ。いやほんまに私もうめっちゃ方言もあれやし、いや私ほんまに、あんまり口良くないっすよ。わかると思うけど。あと語彙力も少ないから、ちょっと言い方がちょっときつく聞こえるかもしれんけど、本気で英語練習したいんやったら、すればいいやん。いや多分、これ見てドキッとする人いっぱいいると思う。だってそれやってる人多いんだもん。めちゃくそ、クソ言うたらあかん。めちゃめちゃ多いんですよ。ペラペラになりに来たのに、真逆の状態で日本に帰国する。頑張ったら絶対になれるのにって思う。頑張るな。でもさっき言ったように、私は自分の英語力は全然まだまだやと思うし、時々、これってどういう意味なんやろって思うことあるし、本とか読んどっても、これなんていう意味やったっけみたいないっぱいあるよ、そんな。やし、自分の英語が高いレベルとかは思ったことがないです。だから、毎日毎日向上していきたいし、それなりのことはしとる。ほんで、もう一個は、それ英語ペラペラなのって、旦那さんが外国人やからやねんとかって言われるんですけど、いやいや、結婚する前からこうやったから。いちいち理由つけて、自分が逃げる理由にするのとか、もう疲れる、見とって。根本から頑張る気がない人、あんまり好きじゃない。で、私もまだまだなんですよ。まあ、私も卵やけど、もう卵にもう殻のひびも入ってないぐらい卵やけども、でもそれでもなんかもうほんまみんなで頑張っていこうと思うんですよ。あるあるナンバー2、これは私が思うあるあるですよ。日本人の方で、まあ私の方言うて私も日本人やし、言い方おかしいかもしれんけど、我々日本人で、かつなんとなく英語力を高めたいなとか、なんとなく外国人の友達欲しいな、経験値上げたいないう感じで、カナダ来る人で、私にとっての統計というかあるあるなんですけど、例えばこれってどうするんみたいなのが多いんですよ。これをするにはどうするんっていう質問が多いのが、私は結構自分の中でカルチャーショック。私やったらインターネットで例えば何々になりたいって言ったらすぐ出てくるやん。こういう風にしたらこうなりますみたいな。あるある No.3、 これめっちゃ面白いあるあるなんですけど、私にとったら、あのね、例えばなんか恋愛話とかするじゃないですか。そうなんや、どういう名前の子なんとか、何人と付き合っとんとかいう話になるんですよ。そしたらね、よくある答え方がこれなんですよ。カナディアンなんですよ。いやカナディアンいっぱいおるから。そんな私の旦那なんかジャマイカンカナディアンやし、その私なんかジャパニーズカナディアンになるし、いろんなカナディアンおるわけですよ。イタリア系カナダ人とかフランス系カナダ人とか、いろんな人がおるんですよ。カナダに移民してきた人みんなカナディアンになるわけですよ。てかほとんどの人が移民やから、その先住民の方々以外ほとんど移民やから。
いや、めっちゃ性格悪いっしょ、こんなこと言うの。ごめんなさいね、なんか気分害する人がいたら。まあ、毒舌あるあるいうことで、エンターテインメントとして軽く見てもらったらな思います。うん。で、これ見てドキッとした人、ほんまごめんなさい。いやね、もう海外系 YouTuber たくさんいるじゃないですか。英語を教える系 YouTuber とか CA さんとかね、他にも海外で住んでる頑張ってる活躍してる日本人の方で YouTube されてる方いっぱいいるじゃないですか。ちょっとそことね、違いを持たせんと私もやっていけなくなるんで、ちょっと毒舌入れさせてもらいました。まあね、そんな感じで終わらせてもらおうかと思います。他にもあるある、海外あるあるじゃなくても他にも何でもね、あるある私結構好きなんで、そんなあればコメントとかに残してもらったらいいなと思います。ほんで、あとはいいねボタンめっちゃ喜びます。あとチャンネル登録、いやーハグって感じ。いや、実際にはハグせんけど、まあそんな感じでお願いします。またね、ドン。みんな見てくれてありがとう。チャンネル登録してね。バイバイ。熱くない。熱くなかった。